やみつき松本です。初めての冬キャンプに行きたいと考えている方が一番最初に考えておきたい大切なキャンプギア、シュラフ。直接命に関わる大切なキャンプ道具ですが、アマゾンとか見てもマイナス何度対応とか大きな数字が並んでいて、正直何を購入していいか悩んでしまいますよね。今回の動画はそんなシュラフ選びに悩んでいる皆様の疑問を解決するべく、話題の調査隊隊長としてダウンや化学繊維ではなく電気の力で温めるタイプのシュラフってどうなのということで、ご提供いただきました魅惑のシュラフがどんなものなのか、その詳細を紐解いた上で、私が昨年購入してめちゃくちゃ気に入って普段使いしている河川最強シュラフバローバックシャープゼロとの比較、さらには今回の商品電熱部分が取り外せるというメリットもありますので、ダイソーのシュラフに電熱を入れることによって格安電熱シュラフでも冬キャンプ通用する説をベランダキャンプで実証していきたいと思います。冬キャンプを快適に過ごせるシュラフをお探しの方、電熱シュラフの実力が少しでも気になっている方、安いシュラフでも暖かく過ごす方法を知りたい方、こういったことがね気になる方の参考となる動画を作っていきますので、ぜひね動画最後までご覧いただければと思います。またですね、今回もシュラフ選びにお悩みの方が主にねご視聴いただいていると思いますので、そういった方に向けてこの動画を見たキャンパーの皆様、ぜひマイベストシュラフをコメントまでお寄せください。シュラフ選びに悩んでいる方は動画見終わった後にいろいろな方のねおすすめが聞けるかもしれませんので、コメントもぜひ見ていってくださいね。ということで、まずは今回の主役電熱シュラフについて開封レビューをしていきたいと思います。今回ご提供いただいたシュラフはじゃーんとこちらです。キングキャンプの電熱シュラフということなんですけども、実はですね、私キングキャンプ製品はですね、定番のローテーブルですとか、今はねもう販売されていないようなんですけども、回転するねスピンチェアなどを所有していて、 Amazon などでもコスパのいい商品をクッカーやテーブル、さらにはテントまで幅広く展開して気になるメーカーの一つではありました。でそんなねキングキャンプのこの電熱シュラフ、開封した上で特徴を簡単にまとめていきたいと思います。ちょっとシュラフっぽくないボストンバッグっぽいものに入っておりますけども、なんかね質感がすごくいいんですよね。これ別に案件だからどうのこうのってわけじゃないんですけど、このね袋の質感もすごくいいです。はい、ドンとこんな感じになっております。バックルが2つついておりまして、ここをパチンと外すことで展開するシュラフです。はい、こんな感じになっております。頭の方にマジックテープがついておりまして、横にジップがついております。で中を広げるとこんな感じになっていて、外側の部分とねちょっとね色の違う生地も入っているので、この辺をねちょっとメリットデメリットとともに細かく見ていきたいと思います。スペックなどはですねここに一応ね表示しておきますけども、これを見る限りですとよくあるタイプのシュラフかなと感じる方が結構いらっしゃるかなと思うんですけども、まずですねこちらの特徴を簡単に見ていきたいと思うんですけども、特徴の一つ目としてワイドサイズということがあります。こちらのね横幅ですね、80センチに設定されていまして、メタボリック代表の私が入ってもですねかなりゆったりサイズに感じられるものだと思います。それから特徴にマルチレイヤースリーピングバッグということで、2層構造になっていて、内側に独立したインナーシュラフがあって解体が可能ということです。よっと、先ほど見ていただいたように分かりますかね、これ外側がシュラフなんですけども、この内側にですねもう一つ生地が入っておりまして、これがジップも別になっておりますので、これをまた別にすることでブランケットとして単体でも使えるという2層構造になっております。さらにですねそれとは別にこの茶色い部分なんですけども、これがですね電熱パッドになっているということで、今回のね商品の最大の特徴だと思うんですけども、なんとこちらもですねここ紐でね連結されてますけども、この紐をほどくことによって解体することができて、この電熱パッドも単体で使用が可能ということです。で先ほどのね2層構造になっているこのインナーシュラフですとか、この下の部分の電熱パッドが取り外せることによって温度調節が容易にできるというメリットがあります。この辺がね今回のシュラフの最大の特徴かなと思います。それから特徴の3つ目ですね、今のポイントのね肝をちょっと掘り下げてお話しする形になるんですけども、寒さに応じた温度調節が可能な電熱パッドということで、世間を賑わしたワードといえばシャクティパッドですけども、今回のシュラフについているのは電熱パッドです。胸の部分に2つ、腰の部分に1つ、足の部分に1つと3箇所に加熱ヒーターを内蔵しているということです。それからですね温度調節もできるということで、高温それから中温
低温の3種類の温度調節が可能ということで、実際の環境によって自由に温度を調節できるのが特徴ということですね。で、この手のシュラフですと、ポータブル電源とかないと使えないんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、気になる給電方法はですね、こちらにちょっとね、ケーブルが入っておりまして、このケーブルにモバイルバッテリーを差し込むだけで使えるというモバイルバッテリー給電ですので、この時期ですとね、ポータブル電源を持って行ったり、電源サイトを予約したりしてコンセントを使って電気毛布を使うという方ね、結構多いと思うんですけども、今回のシュラフのようにですね、モバイルバッテリー給電ならばコスト的にもですね、気軽さの面でもメリットは大きく感じます。普通のシュラフと違う点を簡単にまとめますと、大きく分けてこれら3つのポイントがあると思います。で、ちなみに価格はですね、Amazon の現在の価格で 19,800円となっておりまして、私がね、普段使っているこちらモンベルのバローバッグのシャープゼロなんですけど、これね、24,000円ぐらいだったかな、ということで価格的にはね、近い商品ですので、より信憑性のあるものが得られると思っているんですけども、安くて使えるシュラフを探しているんですという方ね、たくさんいらっしゃると思います。で、このね、電熱シュラフなんですけども、Amazon とかで見てもですね、5000円前後で手に入るものもあるため、今回はですね、取り外せるこのね、シャクティパッド、電熱パッドの特徴を生かして、模擬格安シュラフとして、こちらですね、ダイソーのシュラフを利用してですね、貧弱なシュラフでも電熱シュラフなら冬キャンプ快適説を実証していきたいと思います。実証の方法としましては、これからね、ベランダに出てですね、ベランダにはコットとかは引かず、マットだけ引いてですね、その上にちょっと順番に感想を言いながら寝ていくんですけども、就寝の際はですね、数時間おきに目覚ましをかけて、何時間かごとシュラフを入れ替えて実際にね、実証していければと思います。ということで、ベランダの方行ってみましょう。せーの、ひょい。はい、ということでベランダにやってまいりました。現在の気温は長野県松本市マイナス3度となっております。相当寒いですね。こんだけの薄着でマイナス3度に来るってことはなかなかないんですけども、今ですね、キングキャンプの電熱シュラフの設定をですね、赤、つまり強にしてあります。で、10分ぐらい経った状態でございます。電気的にね、どれくらいの容量を使うのかとかね、どのくらいで温まるのかっていうことがね、ちょっとあまり分かんなかったんで、身をもってね、体験したいと思うんですけども、電力強で10分間温めた状態の中に入ってみたいと思います。よいしょと。わっ、広い。めちゃくちゃ広いです。あ、これいいかも。まだ電気毛布でポカポカって感じではないですけど、特にね、足先があったかく感じます。おそらく足部分にあるヒーターが機能していると思うんですけども、ちなみにこれこういう感じで、ここに絞りがついてますので、マミー型のようにね、顔を絞って使うこともできます。あ、もうこうなっちゃうとなんかすごい無敵感ありますけど、あれ、あったかいぞ。そして普段ね、冬キャンプの時はバローバッグを使ってるんですけど、バローバッグもね、ストレッチ性が高いシュラフだとは思うんですけど、今回のシュラフに関しては幅がね、かなり広く作られているということで、私のようなメタボリック体型でもですね、なんかゆったりして寝られそうな気がします。え、ちょっと待って、これは余裕で寝られるぞ。多分案件関係なく普通にあったかいと思います。イメージとして敷きパッドとしてね、この電熱部分があるので、まあ下からの熱はうまく断熱できるかなと思っていたんですが、上の部分は寒いんじゃないかなと心配していたんですけど、今のところは全然そんなことないです。むしろ結構暖かく感じます。次、いつものバローバッグに潜ってみたいと思います。はい、今度はバローバッグに潜ってみました。こちら相変わらずのあったかさではありますね。全体を包み込むあったかさ自体はやっぱバローバッグの方が上かなと思いますが、地面からの冷えという部分はまあある意味当たり前ではありますけど、先ほどのね、電熱シュラフの方が正直あったかく感じましたね。で、モンベルと大きく違うのは、これ私が買ったバローバッグはライトジップということで、右側にチャックがついているものですけども、先ほどのキングキャンプのシュラフに関してはレフトジップで左側にチャックがついてましたかね。それぐらいですね。モンベル本当に安定的にあったかいですね。あとはまあマミー型なんで、包み込まれているという部分で密着度が高いので、そういったあったかさもあると感じます。あったかい。あんまり次行きたくないんですけど、まずはね、ダイソーのシュラフにそのまま入ってみたいと思います。うぅ、頼りねえ、これ本気で頼りねえですけど、この薄さですよ。本当に島村に売ってるジャンバーの方が変な味、厚いかもしれませんね。
しかも顔を覆うものがないので、ただのちょっと中綿の入ったジャンパーを着てるのと同じくらいですけど、はい、今ねシュラフ入ってみました。一言で言います、死にます。これは死にますね。体の熱がこもってくれないと言いますかね、何も着ないで寝ているのよりはもちろん多少の暖かさはあるんですけど、まあマイナスになってくると多分これで寝るのはちょっと無理でしょうね。様々な訓練を積んできたね私でも死ねる自信があります。ということで、ここにですね、さっきの電熱パッドをちょっと入れてみたいと思います。この電熱パッドを入れていくと、これで入ってみます。ちなみに電熱は先ほどのまま入れっぱなしなので、今日の状態で20分ぐらい経っている状態ですね。格安のね電熱シュラフとかね、いろいろあると思いますけど、さすがにねシュラフ部分もこのねダイソーはあくまで春夏のあったかい時期向けの生地ですので、これよりはね厚いものが多いと思いますので、格安電熱シュラフでも今私が入っているこのダイソーシュラフよりはあったかいかなと思いますので、模擬格安電熱シュラフとしては十分比較対象になるんじゃないかなと思いますけど、うん、なるほど。まあ当たり前ですけどね、さっきよりはあったかいですが、これね一言で言います、死にますね。舌はあったかいんですけど、熱がこうこもってくれない感じですかね。なので下の部分だけを頼りに一晩過ごさなきゃいけないので、高速回転で寝返りをし続けるとかそういうことをすれば大丈夫かもしれないですけど、この電熱パッドが2枚あれば多分いけるような気はするんですけど、1枚では厳しいというのが正直なところだと思います。なので格安の電熱シュラフたくさんあると思うんですけども、まあさすがにねここまで生地が薄いってことはないと思いますので、ある程度ね生地がしっかりしていれば、今回のキングキャンプさんのね 19,800 円ぐらいの価格帯のものでなくてもある程度効力あるんじゃないかなと思わせてくれるぐらい、この電熱パッド結構優秀に感じます。ちょっとねあまりにも寒いんで、ダイソーシュラフにくるまりながらですね、スープでも飲みたいと思います。まあ、ベランダなんでね、こちら八重ガレージさんのイージス、これめちゃくちゃかっこいいですよ。シャキンって一瞬で展開するごとくなんですけど、こちらワッツさんの真鍮のアルコールストーブ、ここにセリアさんの調味料ボトルに入れた燃料用アルコール、まあ適当で、でインして、今回はキャンドゥさんのシラカップ、ちょっとサイズギリギリですけど、でここに無印の牛肉とネギのテールスープ、名前を聞くだけであったかくなりますよね。これを入れて180ミリとか水を入れて、でファイヤーしていきます。あったけ、足つった。たまにはいいですね、こうベランダで火を眺めるっていうのもね。でこれを、よし、では今日はねユージャックさんのカトラリーセットの中のスプーンでいただきたいと思います。絶対うまいでしょ、この牛肉とネギのテールスープですよ。もう旨味ワードしかないですからね。いただきます。あったけ、うめ。そしてダイソーシュラフ寒い、うまいけどダイソーシュラフ寒い。うん、牛肉しっかり、これうまい。このうまさ伝わりますか。この瞬間がベランダキャンプの最高の瞬間ですよね。はい、ということで朝まで寝てみましたけど、で朝起きた時にですね、今回の総括ということで全て動画に収めて、以上やみつき松本でしたということでね締めたんですけども、全てスローモーションで撮れていたというね機材トラブルにより再度ね撮り直しという形で室内で撮り直しをしております。ということでですね、今回の実験としてはですね、実際に一晩ですね時間ごとに起きて、ダイソーのシュラフからモンベルに移って、そして今回のキングキャンプに移るということで、シュラフを入れ替えて寝てみたんですけども、寒さ云々じゃなくて、まあ数時間ごとに目覚ましが鳴るというね、その鬼畜システムのおかげで全く寝た気がしませんでした。
まあ、それでもね、実際の寝心地ですとか防寒性能に関してはある程度ね分かってきたことがありますので、総括させていただきたいと思います。まずはね、このキングキャンプの電熱シュラフなんですけども、忖度抜きにしてもですね、想像以上に暖かかったというのは間違いございません。今朝の気温です。マイナス5度となっておりますけども、このくらいでしたらですね、寒がりの方でなければ快適に過ごせると思います。まあ、ただね、それは温度調節が強の状態の話であって、温度調節がね弱の状態ですと、この気温だと、まあ、結構寒さを感じましたし、もしね強で使用できたとしてもですね、商品説明にあるようにマイナス17度とかはねちょっと厳しいかなと思うところはありますので、マイナス5度とかね0度付近でしたら、強でしたらねある程度快適に過ごせる最低ラインかなという気はします。商品説明のところに連続稼働時間が書いてなかったんですけども、昨晩の時点ではですね、初め強で使い始めたんですけども、みるみるうちにですね電気がなくなっていってしまったので、時間にするとおおよそ12時ぐらいには弱に切り替えて、そこから朝までねちょっと運用してみたんですけども、少なくともですね、私が今回使った1万ミリアンペアのモバイルバッテリーでは強でね一晩過ごすっていうのは、まあほぼ難しいのかなと思います。私が今回使ったのは夜の10時くらいから朝の7時くらいまでということなんですけども、もう朝の段階ではですね弱にしてても切れてしまうということでしたので、まあ他のね電熱パッドとか電熱シュラフの様子を見る限り、まあ弱でも長くて8時間とかそんな感じだと思いますので、モバイルバッテリーはですねポカポカで暖かい状態、つまり強の状態全開で使いたいという場合は、もっと容量の多いモバイルバッテリーとかを用意する必要はあるかもしれません。前述の通りですね、弱だと結構ね寒さを感じることがあったんですけども、上の部分ですね、取り外せるブランケットがついているよということで二重になっているんですけども、ここが二重になっているので電熱部分の熱を逃がさずに熱が循環している印象でした。まあシュラフをね2枚重ねしているようなもんなんで、想像するだけでもそれはなんとなくあったかいですよね。電熱シュラフに関してはお話しした通り想像以上の暖かさはあったんですけども、最強化線のバロバックとの比較ということになってみますと、結論としてはですね、今回のマイナス5度以上の環境であればある程度どちらも遜色なく暖かいと言えます。ただし暖かさのタイプがですねちょっと違って、バロバックは肉厚で包み込まれるように密着することによって体の熱でポカポカする印象ですけども、今回のね電熱に関しては幅が広いこともあってですね、かなり中がねゆったりした印象で、中での自由度も高くて空間も広いということで、中の空間全体がねあったかくなってる感覚がありました。このね封筒型ってなんか寒いという印象が今までもあったんですけども、バローバッグのようなこのねマミー型の方が密着度が高くて、素材としての暖かさは間違いなく上ですけども、電気の力を使うことで封筒型の欠点であるマミー型のように密着しないので無駄な空間が多いんですけども、そういった空間が多くなってしまうというね欠点を補っている印象でした。キングキャンプの封筒型の方が動きやすさや過ごしやすさは格段に上ですが、この口の部分ですね、特にマフラー的なものもついていないので、この部分から入ってくる冷気とか動きとか体勢を変える時にですね温度が不安定になってしまうという部分がある一方ですね、バローバックのマミー型は中の下線も柔らかくて包み込まれる感覚があって密着度が高いので温度も安定して暖かい印象でした。その反面ね、窮屈さをちょっとね感じることもあります。これダイソンのシュラフはどうかって、これはね一言で言いましょう、論外です。ただし電熱パッドを入れた疑似格安電熱シュラフではパッドの部分の熱がじんわりと暖かくてですね、5度前後であればまあ過ごせるかもなぐらいな感じでしたね。今回は主にですねこの15度以上推奨のダイソーシュラフを使ったためですね、まあさすがにアマゾンなどで格安で販売している電熱シュラフでもこれよりは肉厚なことは予想されますし、顔の部分もね形的に覆うことができるものが多いはずですので、電気の力を使えばある程度の寒さまでは耐えられるかなといったことは感じました。一番のポイントはですね、電熱が入っている下の部分、下部はなんとかなるんですけども、このね上の掛け布団に当たる部分でいかに熱を逃さないでいられるかというところだと思いますので、その辺は電熱を省いたですね快適温度表記などで判断する必要があるかもしれません。逆に言うとある程度の温度帯まで耐えられるシュラフをお持ちという方はですね、 Amazon でもですね電熱パッドだけでも販売していますので、そういったものを入れることによって快適使用温度はねもう少し下でも使えるようになるというのは間違いなさそうですね。シュラフ自体をですねくれぐれも最低温度表記で選ぶことがありませんようにということは付け加えておきます。総括としてはですね、バロバックとはタイプは違うとはいえどですね、設営撤収はねバロバックとかと比べると全然簡単なんですよね。バックルがついていてパチンって止めるだけなんで、設営撤収が簡単である程度の温度でも快適にゆったりと寝られるというこの電熱シュラフ、まあ忖度抜きに想像よりもかなり暖かかったです。
ただ想像以上に電気は使う印象ではございました。逆にね、電熱ベストとかがあればある程度のシュラフの性能でもそれなりに寒い中寝られるんじゃないかなと正直感じました。はい、ということでですね、いろいろと実証してきましたけども、今回のようにですね、キャンプ道具話題の調査隊としていろいろな製品の比較ですとか、ちょっと怪しい商品への人柱となるなど、見てくださっている皆様の疑問を少しでも解決できるような動画を今後も発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上、闇月松本でした。じゃあね。